実際あるんでね。はい、こちらはですね、でその中でも最近ヒットコンテンツの一つがですね、はい、この大西恒樹さんと、日銀貨幣博物館に行った時の地上波の、VTR ですね。こちらがかなりアクセスが今7000円ぐらいいってるんですかね。なのでおそらく、私の YouTube チャンネルをご覧いただいている皆さんは大西恒樹さんのファンの方多いと思うんですけれども、ちょっと Facebook ご覧の皆様に質問がありまして、私今 YouTube チャンネルでライブ配信をできているようなんですけれども、自分自身このアドレスがどこにあるのかわからないという、ちょっと恥ずかしい状況でして、もしですね、ご存知、私の YouTube チャンネルに登録している方が見れるらしいんですけど、どうしたらそのライブ配信中のアドレスがわかる方がいたら教えてください。で今このチャットも最近できるようになったので、チャットでそのアドレスを送っていただけると大変いいなと思うので、もし心ある方いたらお願いいたします。で今日何をするかと言いますと、実は明日搬入でですね東京都美術館に作品を持ってかなきゃいけないんですよね。大丈夫かなっていうことなんですけど、今いろんな宿題を年内仕上げてるところなんですが、こちらがこの日銀貨幣博物館で、購入しましたハンカチなんですけど、1万円札のデザインですね。でこれが注目するのはですね、はい、こちら後ろにですね、今話題の令和新選組で立候補されました大西恒樹さん、今全国公演中ですよね。大西さんの日本からお金の発行の仕組みを変えるというサインをいただいてるんですね。で大西さん、オフィシャル大西さんにこれをアート作品にしてもいいよと言っていただいたので、大西恒樹は、歴史を変える人物だと思ってますんで、モマに所蔵をねそのうちされるんじゃないか、もしくはルーブル美術館に、所蔵されるんじゃないかという思いで、これをですねガラスの表裏ガラスのこのケースにですね、パネルに入れて、あ、夏原様こんにちは、映画プロデューサーの夏原様こんにちはです。モマ所蔵を目指してレッツアート、間に合うのかな、明日の搬入に頑張ってみましょう。じゃあどんな感じで作っていくか、ちょっと喋りながらやっていきたいと思います。まずですね、この作品の醍醐味は裏と表で見れるようにするということなんですね。なぜならこれは、世界の大西恒樹のメッセージが書かれているんで、まあ、この1万円札を楽しむもよし、で裏返してこの大西さんのメッセージを見るもよしという感じで、この両側をねプレスしていきたいと思います。で何色でプレスするかって話なんですが、虹色でプレスします。でよいしょ、えっさほいさえっさほいさ、私の今日超巨大スタジオでですね、都内某所にございます、大変高級な我がスタジオからやってるわけなんですけれども、でえっさほいさ、はーい、じゃあ虹色にプレスしていきますね。ちょっと待ってくださいね。ルル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 、もうノリです、全くのノリでございます。ルル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 ル、赤オレンジ、ピンクもうちょっと多めにしよっかな、よいしょ、ルルル、黄色が欲しいところですね。はい、こんな風に色をのっけていってプレスをしようという、そういう算段なんですね。なんで虹色かっていうと、最近虹が自分的にブームなんですね。虹色の商品も
初めて CM することになったし、そうなんですね。で、あと今度銀座でも展覧会するんですけれども、銀座の展覧会が、虹の鳳凰というね、展覧会名になりまして、こちらはですね、あのいつ見ていただけるかと言いますと、いつだったかな、おいしょ、もうもう、24日ですね。はい、嘘です、24日は日野のイベントです。ルル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 ちょっとね、いろんな展開がありまして、いろんなプロジェクトが今進行中なんですけれども、それらのことをちょっと話しながらやっていきましょうか。じゃあ、この大西さんのこのハンカチがずれないように温度をちょっと止めちゃおうかな。はい、温度、はい、こんな風にボンドをつけて、センターに大西さんの、ね、このハンカチを止めました。だいたいセンターですかね。やっぱね、日本からお金の発行の仕組みを変えるって、大西さん、本当私これは声を大にして言いたいんですけれども、現在大ブーム中の常木さんをですね、一緒に地上波に出てもらったっていうことがありまして、増山玲奈が面白いと思ってるものはその後流行ってるっていうことをですね、皆さんに理解していただけたらいいななんて思うんですよね。いつも早すぎるなんて言われるんですけど、早すぎるってことはないと思うんですよね。まあ、早すぎるのかな。よいしょ。時代の先を行く。で、そんな私が今取り組んでるプロジェクトいっぱいいっぱいあるんですけど、実はですね、今ロシアとも映画の制作しようということで準備の方を進めてるんですけれども、ロシアの方は2つですね、2つ映画を準備進めてるんですけど、1つはドキュメンタリー、1つはドラマなんですね。両方もですね、両方とも制作資金も、応援団も募集中なんですけど、ほら、だんだん虹色になってきましたよ。皆さん、これがいい感じに虹色になるか、ぜひ見届けてくださいね。一つはですね、土方歳三をテーマにした歴史超大作なんですね。で、土方さんが実は函館の戦いで亡くなってなくて、ロシアに行ったんじゃないかなというね、そういった作品になってるんですけど、これはですね、今準備を進めてます。もう一つはですね、その一つは、今 Facebook の皆さん、そして YouTube の皆さん、こんな感じです。見れますでしょうか。こんな感じです。アドレスは、まあ、あら、どうなってますか。こんな感じです。もう一つはベーシックインカムなんですね。アレキサンダーという、とても真剣にベーシックインカムに取り組むロシアベーシックインカムトモローと計画をしてるんですね。で、ブリターニ地方でこのベーシックインカム給付の実験、もうすぐですね、このベーシックインカムロシアトモローが始めるということで、おっとっとっと、もうすでにですね、モスクワ近郊
およびウクライナで実験を始めて18名の方に給付をしているベーシックインカムロシアトモローなんですけれども、恵まれない子どもたちや、子どもたちを育てているお母さんお父さんに対してベーシックインカムの給付を始めるっていうんですね。でとてもね立派な取り組みだなと思うんですけど、これを左派共和国の初期大統領であるミハエルなんて方だったかな、ミハエルさんという方とですね一緒に取り組むっていうことなんですよ。でこれを私はドキュメンタリーで追いかけます。で左派共和国にはですねいろんな物語が詰まっています。例えばですね、このロシアは大きな共和国も含む、国なんですけれども、やはり収入格差が地方とモスクワとか大都市ではあって、まあ日本でも今その受験の勉強であるとかそのテストが、離島はすごく、センター試験がねまた変わって、で英語とかシステムが試験のシステムがさらに田舎に対して、不便になるというね、全ての、県では行わないというようなね状況があって、この受けられる教育の格差というのが問題になっているんですけれども、やはりですねそのロシアでも状況は同じでして、この左派共和国で受けられる教育の質の問題が、やはりモスクワとか大都市に比べると低いんじゃないかということで、今の、左派共和国大統領もの大学や学校を作る費用をロシア政府に申請をしていたりするんですけど、またですね生活が大きく変わる要因として、この左派共和国永久凍土が、溶けているんですね。で、こういった生活環境の変化が、ま、地球温暖化の影響を直に受けているということであるとか、またその石油が取れたりダイヤモンドが取れたりということがあるんですけれども、その恩恵をなかなか市民の人たちは受けられない、大企業が受けるけど市民が受けられないという問題もあるんですね。で、そういったことをこのベーシックインカム給付によって変えられるんじゃないかと。はい、皆さんどうですか。じゃーん、こんな風に今なってます。で、ブルーもちょっとかな、ブルーの絵の具あるかな、あるといいな。じゃあブルーの絵の具を足してですね、そんなことをですね、この給付が始まるとどんなようになるのかということをドキュメンタリーでまとめようと思ってます。すごく面白いなっていうのはですね、この資本主義のその後を見つめる映画になるんじゃないかと思ってるからなんですね。ぜひ一緒に行いたいなという方いましたら、ぜひ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 一緒に取り組んでいきましょう。さて、じゃあプレスします、プレスしますよ。じゃん、どうや、まだちょっと足りない色ありますよね。あ、はみ出てる色もあるしという感じでですね、でもちょっと面白くないですか、こんな感じで。よいしょ、はみ出した色がある、はみ出してる色がある、
見て。プレス作品です。どうですか。これがですね、後ろはこんな感じなんですね。じゃん。おお、アート的。いい感じやんっていう感じでですね。このはみ出してる色をこのこっちに持っていけないかなという感じで、ちょっと筆でどうですか。これ買っていただける方いますかね。じゃん。大西恒樹さんは元 JP モルガンで働いていて、ほんで、でお金の発行の仕組みのことについてかなり早くから訴えておられた方でですね、大変私も注目しております。なぜならですね、いろいろこの発行の仕組みの中で人々が戦ったりする仕組みが作られ、仕掛けみたいなものが作られようとしているわけなんですけど、そもそもこの発行の仕組みそのものがおかしいわけで、この中で仕組みがおかしい中で喧嘩とか競争とかしても、それ話違うよねっていうところなんですね。で、私もそのことについては、結構前から気がついてて、で、なので、まあ、なんというか、この仕組みそのものを変えていかないと、本質的には、こういろんな問題解決できないんじゃないかなと思っていたわけなんですね。で、そしたらただ私は専門家ではないのでと言いながらも、もう私もですね、ベーシックインカム学会の理事になっているわけで、映画監督とかやってるわけで専門家じゃないんで、みたいななんか言い訳はしたくないんですけれども、でもやっぱりその元 JP モルガンということで、為替ディーラーとして世界の中心で働いてこられた大西さんの話は説得力がありましてですね、今増山玲奈と大西さんのその対談の動画も、そこで売ってますよ。Amazon プライムで有料会員の方無料で見れると思うんで、ぜひ見てみてくださいね。で、大西さんがこのお金が発行する仕組みそのものがおかしいんだということを訴えておられて、で、そのことについて、いろいろな、どうすればいいのか、なぜなのか、プラザ合意によって日本の、働き方も変わってるし、その今アメリカからね、その4倍の4倍の思いやり予算をつけられて、そして私たちの働き方が壊されているわけなんですけれども、そういうきっかけになったのはプラザ合意という、プラザ合意からなんだよということや、そのアメリカを中心とした為替レートの問題によって私たちの暮らしが随分歪められてきたんだということを改めて教えてくれます。で、これから、で、またですね、この私たちが普段何気なく使っている中央銀行ですね。銀行というのは、借金を、人々が借金をすることによって、お金を発行するわけなんですけれども、実は私たちが銀行で借金をするときに通帳にいくら借金したということが書かれるわけですね。この時にマネーが生まれているんです。で、詳しくは増山玲奈の YouTube チャンネル登録していただいて、大西恒樹さんとの、8分ほどの動画あるんですけれども、この中でぜひ確認をしていただきたいんですけれども、世界中にあるお金の中で、実はこの銀行が作った借金のお金っていうのが一番大きいんです。その紙で、これは、政府がコントロールできてないんですね。で、
対権力じゃんっていう話で、なんでこんなね政治選挙で選ばれたわけでもない人たちが絶対権力持ってるのということをですね訴えているわけなんですね。で、ただそれは今までなんか見えなくされてきて、よくマイナス金利とか金利のことは言うけど、もっと重要なのはお金を預けた時にどのぐらい金利がつくかというところではなくて、もっと大切なことはどのぐらいの量のお金を世の中に作り出すかというところになるんですよ。そう思いませんか皆さん。そっちの方が重要ですよね。ただその部分についてはいつもぼかされごまかされてきたわけです。で、そういった通貨発行のことをですね、今度は日本から取り組まなきゃいけないというのが大西さんの、意見です。日本から取り組まなきゃいけない理由いくつかあります。それはですね、日本が単独通貨を持ってるからということで、例えばユーロ圏、ヨーロッパは皆さん基本的には法定通貨ユーロですよね。そうすると例えばイタリアがそれ、したいって言ってもユーロ圏の他の人たちの承認を得る必要がありますよね。そうするととてもややこしい。なので日本は円ですから、円で決めてしまえばいいわけです、本当であればね。でもまあ日本は国会よりも日米合同委員会とかいろいろその上にある組織があるわけなんだけど、でも一応は主権国家なんだから日本はそういうことを他の国よりも取り組みやすいわけです。だとすると日本が最初に取り組まないでどうするのっていう話なんですね。で、これはすごく重要なことになります。じゃ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 ーん、どうでしょうか。はい、こんな感じになりました。ええ感じやないですか。じゃんじゃんじゃん、ゴージャスですね。うん、いいですね。いいかなこれで。なんかこの虹色感がちょうどいいので、これでおしまいにしようかな。虹の鳳凰って1万円札鳳凰あるやんって、すごいな。虹の鳳凰という展覧会をですね企画してるわけなんですけど、なんとですね、虹の鳳凰って1万円札のことだったのかなっていうことが今ついたわけなんですけど、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。はい、はがきがありました。はい、ぜひ皆さん来てくださいね。虹の鳳凰秋冬の文化祭、こちらはですね11月28日27日水曜日、12月18日水曜日午前11時から入場無料で行われています。銀座6丁目 7-18 デイム銀座ビル1003号室、10階ですね、こちらでやっております。ぜひですねいらしてください。ワンドリンクがついて開運ドリンクがつきます。つきますって言ったらそこで、入場料というかドリンク代を払っていただくという形でやっております。ですのでね、ぜひ皆さん、こちらの方を来てください。この虹の方をということで、この虹色の常木さんのメッセージ付きアートも展示します。はい、皆さんこれを持った方、大変開運、そして世界を変える大きな一歩、自分を信じる一歩が踏み出せるんじゃないかと思ってますので、こちらも作品展示見に来てください。世界を楽園にする増山玲奈でした。ありがとうございました。じゃあね。
チャンネル登録よろしくね。